篠原陽一でございます、今日は南極観測隊の食事と豪華客船の食事の類似点と相違点ってね、難しいタイトルにしてみました。なんか高尚な感じしますね。内容はね、そんな僕高尚なこと言えないんで、サクッと簡単に喋りたいと思います。さあ、では恒例の自己紹介、職歴、私篠原陽一と申します。私は高校を出て料理人になりました。高校の時アルバイトしてたね、割烹、そこで皿洗いのアルバイトしてましたが、皿洗いのアルバイトつまんないですね。そういう調理場行って手伝うと、ボコボコ殴られながらもう食べ物を くれます。それが楽しくて楽しくて調理場の方ばっか手伝ってたんですね。そしたら洗い場のおばちゃんに、あんたなんかもうあっち行ってなさいと言われて、調理場の方に追いやられました。それ調理場の方では物食えんで、一生懸命手伝ったことがこうそうしまして、割烹に就職することになりました。札幌の出身で、札幌の車屋という割烹に入って、それから1年10ヶ月で東京の本店、昔の駒劇場、今のあそこのアパホテルが建ってるのかな、あそこの新宿の歌舞伎町にある、車屋の本店に転勤になりました。それから金田中という銀座の三大料亭、知ってます？銀座の三大料亭、吉兆、新喜楽、金田中。新喜楽はね、直木賞とかね、ああいう文学の選考会やるとこでもちょっと有名な、料亭ですね。まあそういうとこ行って、それから新橋の割烹高松というところに行きました。それから銀座の車屋に戻ってから、33時南極観測隊、その後に優先クルーズの客船アスカ、アスカ2っていうね、客船14年乗ってましたね。それから再びオーロラが見たくて50時南極観測隊に、もう一回応募しました。そしたらなんとか通ることができまして、その後今未来というね、ここに書いてあるこのロゴの、レストランを今営んでおります。ということで、まあ、ちょっと時間が今日短いので、ね、いろんなこと喋りたいんですが、ちょっとサクサクと行かせていただきます。私アスカとアスカ2に乗って、これ1回目の33時南極観測隊行くときに、実は晴海ふ頭でね、こうしらせにこう荷物を積んでたんです。その時に、荷物を積んでる時に、その前に泊まってたのが初代のアスカの処女航海でのに泊まってました。僕は基本的には食べるのとあちこち行くのが大好き。とにかく、いや、食い物という仕事をしながらあちこち行って、さらにそこでいろんなものを食べたいなと思ってた時に、やっぱフェリーとかね、そういうのだとなんか冷凍食品使って簡単なものしか出さないってイメージがあった。豪華客船があるじゃないかと、帰ってきたらこの船で仕事しようかなとかと思ってたんです。それ33時帯で南極行って、まあ仕事もよく、仲間もね、うまく良くて、すごいうまくいって、それで帰ってきた。それでオーストラリアで、まあオーストラリアで海外でも仕事できないかなと思ったんです。それオーストラリア行ったらもう不景気の始まりで、日本人採用しないよって、ダメだよって日本帰ってきて、じゃあアスカ、あっちこっちにアスカ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 って言いまくりました。そしたらこれね、有言実行って言ってみるもんですね。そしたら、何そんなにお前アスカ乗りたいのか、ちょっと知ってる人紹介しようって言って、まあ皇居の前に日本郵船っていう会社があって、そこの、ちょっと知り合いいるから、そっち会いに行きなさい、履歴書持ってきなさいよって言われたんです。普段私こんなカジュアルな格好、ところがその日やっぱ皇居の前の、まあ一等地にあるビルだから、一応ネクタイ締めてこうかなと思ってネクタイ締めました。それで行ったら、なんと重役面接、重役さん10人ぐらい並んでて、履歴書見ながら、まあ篠原さんの経歴分かりましたと、まあただ船にはね、人員の枠があるんで、誰かが辞めないと絶対乗れないですよ、あなたどうしますかって言われたんです。もう乗りたいじゃないですか。いや、もうこじきでも何でもやってるから絶対乗っけてくださいって言ったら、そしたらそこの、あ、分かりましたって言って、それで、とにかく1回目の南極から帰ってきたアスカアスカって言って、それでアスカに乗ることができたんですね。4月に面接があって、9月に1人辞めますか乗りますかってことで、それで乗ることができました。はい、それで、まあ、乗って回った、14年乗って回ったのは横回りが9回、ね、14年乗ってました。実は、飛行機の上下線半分以上、世界一周を半分以上行って戻ってきたのと、あと世界一周って縦回りがしてます、縦回り、
まあ、日本から出てタヒチの方を通って南米の方へ行って、そこから南極半島まで降りてって、それから今度アルゼンチンの浦河、ブラジルのリオの方、それからカリブ海通ってパナマを抜けてから、またサンフランシスコからアラスカの方まで回って、アリューシャンを通ってチチワレットを通って帰ってくる。これが世界一周縦回りと言います。これを入れて回ったのが世界、約70カ国200都市、一応7つの海と7大陸全て行くことができました。ちなみに70カ国行ってますけど、あと130カ国ぐらいまだ行ってませんね。私今55なんですけど、60になったら今の店辞めて、あと130カ国ぐらい料理作りながら回ろうかなというのが今の夢なんです。はい、ということで、それだけ行きました。それでちょっと船の調理の話をさせていただきます。日本最大の豪華客船、大体お客さん850人乗りますね。そこにね、480人クルーがいます。それの胃袋をね、お客様の胃袋を預かるのが私たちの仕事。まあこのクルーズには星、3スター、4スター、5スターとか5スタープラスとかね、いろいろランクがあります。それランクがついてて、その船の、ランキングでいうと、一つ目安になるのが、お客さんに対してクルーがどれだけいるかっていうのが大きな目安になります。これアスカ、お客さんのほぼ半分近くクルーが乗ってるってことは、すごいやっぱ手厚いホスピタリティを受けるってことで、非常に、高い星がついてます。5スターが一応ついてますというのが、一つ目安になっております。ただ自分の乗りたい船っていうのは、必ずしも高い船に乗りゃいいかって、そういうわけじゃありません。カジュアルの船も、真ん中の船も、それからラグジュアルの船もいろいろあります。その中でね、自分の予算とかね、楽しみに合った船にね、乗るのが一つまたいいかなというふうに思ってます。さあ、それで世界一周っていうのは、だいたい100日から100日、これ今世界のクルーズ業界の中で、世界一周は100日から100日がベストっていうのがね、今もう通説なんです。それ以上長くてもまた疲れちゃう、それ以上短くても世話しないってね、いうのがあって、世界一周はね、100日から100日がベスト。その献立を僕たちは一応全部立てていきます。客船の場合はね。それで、船、実は夕方からドレスコードがあるね。ドレスコードがありまして、フォーマルの日、それからこの後に出てくる、インフォーマル、カジュアルってあります。フォーマルの日だと、服装がタキシード、ダークスーツ、イブニングドレス、それ食事フランス料理のフルコースなど出ますね。これが世界一周100日から100日で、だいたい6日、5日から6日ぐらいが5、6回ぐらいこれあります。はい、これがね、また日本人の方はね、これが嫌だっていう方もいるんです。もう本当ね、服考えなくちゃないし、もうそういうのにお金かかるし、もうめんどくさいとかっていう人もいるんですが、実はアスカに乗ってるお客さんほとんどこれ楽しみで乗ってます。もう昼から美容室予約してね、ビューティー予約して、それでもう綺麗に着飾って、それでもう船の中だから派手な格好、派手な装いができるのが船ならではの、ね、楽しみなんですね。だからこれを楽しんでる人が、結構多いです。それで海外行くと、海外の外国船はもっともっとこれ楽しみな、外国人っていうのはそういうのが、ね、本当に楽しみにしてる人多いです。日本人なんでこれを楽しまないのかなと、ちょっと疑問なところもあるんですが、まあ皆さんこういうの慣れてしまえば、別にそんなにね、服の種類いっぱい持っていく必要もありません。ちょっとね、コーディネート上手い人はね、いろいろこう組み合わせを変えるだけでね、素敵な装いになるんで、皆さんあんまりここをこだわらないで、固く考えないで船って乗ってもらいたいなというふうに思ってます。さあ、それから今度インフォーマル、インフォーマルがだいたい世界一周100日から100日の間にだいたい15日ぐらいありますね。それは、普通の、一応服装はネクタイ、ジャケット、スーツ、ブラウス、ツーピースなど。それで食事は一応和食の懐石とかイタリアンのコースとか、そういうのが出るような感じでございます。さあ、それから、世界一周の間、カジュアル、カジュアルはもうそんな破けたジーパンとかね、 T シャツはダメですよ。一応ポロシャツとかそういうのを着てもらう、襟付きシャツ、スラックス、ブラウス、スカート。それで、このカジュアルの時は、寄港地に着いてる時とか、それからデッキディナーをやるとか、そういう時はカジュアルの、ね、食事になってますね。反対に言うと、この時はもうこうやってこういう食事じゃなくて、リラックスして食べてくださいっていうのも一つね、あります。さあ、それで、この
100日から110日の献立を僕たち世界一周行く前にちゃんと、ちょっとこう細かすぎて見えないでしょうけども、何月何日の朝食、昼食、夕食とこれ全部立ててるんですね。それで要は食材の同じ食材がまず重ならないようにっていうのを常にやっぱチェックしていきます。でこれ例えば1月1日のおせち料理ですよって言ったら、おせちだけのねこのメニューにこういうふうに献立を書きます。それに対して何をどんだけの食材っていうのを全部こういうふうに発注かけて、それでオーダーかけていくわけです。それをかけないと、アスカの中だと、まあ、調理員だけで100人近く、洗い場のユーティリティも入れると調理場で100人近くね人が働いてます。それがまあ自分今日はこういう感じでってイメージだけでやっちゃうと、それはちょっとねできない話なんで、ちゃんとここは、計画を持ってやるようにしてます。さあそれでまあ日本での調達もちろんなんですが、海外での調達もします。それから、海外で調達するんですが、寄港地で降りてって、すいませんこの魚800人前くださいとか700人前くださいって言ってもね揃うわけないですね。これはねやっぱクルーズ業界の中とか、自分のグループ企業、例えば日本郵船だと前はねクリスタルクルーズっていうのが仲間でいましたけど、そこの情報を得て、例えばニュージーランドの南島、あそこ行くとトラウトサーモンっていいサーモンね、あそこは800人前でも入りますよと、1000人でも2000人でもあそこは入れてくれますよっていう情報をかけて、前もっとオーダーかけとくんですね。それでそういうのを入れたりします。それじゃないとまあ今日行って今日くださいって言ってもねそれは揃わないですね。そういうのを入れたりします。それから例えばアジアのあったかいとこ行きますね、ベトナムとかね、そういうとこ行くとフルーツが、まあ日本では食べれない美味しいトロピカルなフルーツがいっぱいあります。それをオーダーかけて調達します。それでデッキでやるのがフルーツビュッフェ、もうフィリピンのクルーがココナッツパンパンパンってねストローさせてくれますし、もうマンゴスチンだ、それからもうドリアンとかね食べ放題ですね。買ってきたドリアンはさすがに船内には入れないですね。外のデッキに置いといて、それからデッキビュッフェで、フルーツパーティーをやったりします。さあそれで私もねこういろんなとこ行きました。世界いろいろ行ってこうアフリカ人の人とデッキパーティーで楽しんだりもしましたね。これはケープタウン、それからこれはアラスカの氷河の手前ですね、それからアフリカのケニアも、クルーズの途中でね寄ったりもしました。さあそんないろんなとこ行ったところですが、一つ私もクイズを差し上げたいと思います。船の世界は食事も験担ぎということで、クイズ、どこで出す料理でしょうということです。はい、このうな重、ちゃんとデッキにうなぎのこう旗を立てて、チャコールでね焼いてうな重を出す、これどこで出すか知ってます？弦を担ぐ、綿貫さんみたいに知ってるからいいですって言わないからね、これちょっと難しいと思うんですけど、実は昔の船会社は昔から運河、パナマ運河、スエズ運河を通るときは運河って狭いから危険を伴うじゃないですか。だから危険を伴うとこうスルッと抜ける、スルッと抜けるうなぎの語源にかけてうな重を出すっていう習慣があるんです。これがね一つ運河ではうなぎを出してます。だから南極観測隊はね越冬してると結構うな重出るんですけども、関係なくね出るんだけども、船の上ではこれがうな重を出すところであります。一回スエズ運河通ってる時に、その日ちょっとあまりなんかちょっと向こうの方が霞んでたんですね。それでお昼の時にこううな重を出してました。そしたらもう1時半で一応ランチ終わりなんですが、1時過ぎぐらいに向こうから白いこう雲がバーッと近づいてきました。あれ何かなと思ったら、そのうちにこう重箱の上に誰か山椒散らしたのここはっていうぐらいなんかサラサラの粉が落ちてきました。あれ何これ誰山椒巻いたのって言ったら、いや違う違う違う、片付けて片付けてって言ったら砂嵐がブワーッと来て、それもう片付けたと言ったら外シャーッちって砂嵐です。もう本当にそれも手の先も見えないぐらいの砂嵐。それでもうそこから今度は運河だからサーチライトをねつけていかなくちゃならないんだけども、結局それもいけないぐらいの視界になったんで、パナマ運河、スエズ運河のビター湖っていうところで一応停泊余儀なくされましたっていうこともありました。さあそれからもう一つ、あんこう鍋、
あんこう。はい。はい。最初。そう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 。出航日、まあ、あの日本でね、何か所か寄港地寄ってったりするんで、出航間際の数日以内にやるのがこのあんこう鍋、ご安幸をお祈りしますってことでね、とにかく皆さんに安全の航海をね祈って、これからみんなで楽しく旅をしましょうということで、あんこう鍋を出したりします。さあ、そういうことで、世界一周の献立は全て立てて調達をする、レストランもねいっぱいあるんですね。和食のレストラン、それからビュッフェのレストラン、それから寿司バーとかね、それから、まあ、お酒を出すバーだけでも4つ5つあります。それでまあ、その料理を出すんで、献立を立てての、ね、調理は必須ということになってますね。それであと朝食昼食時の和食セットメニューを出すレストランと洋食ビュッフェを出すレストランを開ける。昼は洋食の方行っても和食の方行ってもどっちでもいいですよ。もちろん両方食べてもいいですよ。じゃあどうやっていっぱい料理残っちゃうでしょって思われる方、これをね、やっぱ会社からはね疲れんですね。いっぱい残すとコストどういうことなんだって怒られます。それで足りないと足りないんでお客さんに怒られます。ここをうまくやるのが、やっぱ過去のデータとリストをチェックしてね、何割作れば大体間に合うかな、このメニューは人気あるから、やっぱちょっと利率をね多めにしようとか、そういうのが非常に大事になってきますね。それで例えば海外行ってる時にチラシ寿司が出る、もうお昼なんかお客さん700人乗ってたら650人チラシ寿司食べに来ますね。だからそこはね、こっちもね刺身引くだけでね死ぬ思いしますけどもね、やっぱ頑張ってね作ってやってます。あ、それからもう一つ、さっき言ったスエズ運河で砂嵐に遭いました。さあ次寄港する寄港地でね、お客さんはもうピラミッドの方行くから、ほぼランチは50人しか残ってる人がいなかった、ツアー予定者がいっぱいいて50人しか船内に残ってる人がいなかったっていうんで、もうそこの食材っていうのはちょっとしか取ってなかったっていう時に、はい、バッコになりましたっていうは、船そこの港に着くの日が日程がなくなったから、そこの港を飛ばしますってなった時に、いきなり、まあ、世界一周の時は大体マックスで700人ぐらいのお客さんなんですけど、700人のお客さんの食材が急に必要になる。さあどうしようってなるときに、もうこの時用に予備のメニューとか、これは使えるものっていうのを常にね頭の中に入れとかなくちゃんです。それ僕たち冷凍庫冷蔵庫行ってこれ使うよって言って勝手に持っていくことはできないですね。そこはちゃんと仕入れ担当の部署があって、そこにちゃんとコンピューターでデータを出して、これだけの食材を使いますっていうことをちゃんと示して、その食材を出してもらって、それを調理場に入れる。だからそれもちゃんと記録、データで記録されてて、そこの管理が非常に船の客船の場合はね非常に大変で難しいということですね。さあ、じゃあこれちょっと他にあんまり言えない話をちょっとしましょう。さあ、客船食材調達ついて1日400円じゃありません。1日丸1400円かける700人かける100日としましょう、世界一周。そしたら1億7000万ぐらいの、ね、食材を調達しなくちゃいけないです。これを調達する。さあ、それで南極観測隊、まあこれは一応、1日2050円だというね、違ったっけそんなもんだ、あ、まあそうなんです。で、まあ僕行った時は28人で400日、365日プラス、ちょっと多めだったんですけども、そうすると約2300万ぐらいの、ね、食材を調達してきますさあ、それで僕たち実はその調達の仕方なんですが、一応公務員で行くわけですから全部入札かなと思われるでしょ。ところが実は僕たち の, この食費っていうのは、通常の食費は給料の支給額から食費を調理隊にバックしてもらいます。それでその中から調達するんで、実は通常の食費は入札がないんですね。だからその中で僕たちは頑張る調理隊は本当にいろんな業者の歩みつを取ってなるべく安くいいものを入れますと。だから結構調理隊行く前の3ヶ月4ヶ月あって死ぬ思いをします。だけどそれだけやった製品、南極観測隊の調理員の製品の実は半分はもうこの調達時にかかってますね。はい。それから、実は、
さっき言ったね、倉庫いろんなとこにあります、昭和基地の倉庫がいっぱいありますって言ったのは、実は一箇所に食料置いとかないでくださいって言われます。なんでかっつうと、そこ火事になっちゃったら倉庫の食料なくなっちゃうでしょ。そしたらリアルに僕たち死んじゃいます、補給ないから。だからそういうためにも分散しておいとくんですね。そうすることによってやっぱ安全を確保する、それから次の年の船が来れなくなったっていうのも想定して、実は予備の食料っていうのは半年以上のものを用意しておきます。それがないと実は本当にリアルに生命線になってるわけですから、そうすると次の年残っちゃうじゃないですか。それ残ったものを実はその次の年に渡しますよって渡したところで、食品の賞味期限ってほぼ半年で切れますよね。それを渡されても困るわけです。だから残ったものは一応消費、処分するってことになるんですけども、そうならないように、一応期限が1年あったとしたら、8ヶ月で2ヶ月分期限減りました、3ヶ月分期限減りましたっていうことで、その予備の食料も一応使ってっていいっていうことになってます。それでそこはちゃんと入札で、まあだから高いものはないんですよ、予備食には。調達するっていうのが南極観測隊の調理の仕方です。調達の仕方ですね。さあ、それでまあとにかくいろんなとこ行きました。フランス領のカリブ海マルチニックとかね、アラスカのハーバード氷河とかね、パナマ運河も12回通ってるか、それからポルトガルのリスボン、スペインのバルセロナ、私大好きなのはこのバルセロナ、このバルセロナのサンジョセップ市場っていうところ行きます。そうすると鮮魚のコーナー行くと、ここ今写真出てないですけども、そこには鮮魚のコーナー行くと日本の築地並みの品揃えがある。もうマグロもある、それからイカ、タコも売ってる、それからもう本当エビだ、いろんな魚の種類もあって、それがね、とにかくスペイン料理に変わるのが楽しい。ここは本当にもう行っててね、本当にその市場のバルでワイン飲みながら美味しいもん食うのが一番の楽しみでした。はい。それからね、アスカには時々ゲストシェフっていうのが乗ってきまして、鉄人酒井さんとかこう世界一周行って時も途中で乗ってきて区間乗船してくれるんですね。それで酒井さんの料理を楽しみましょうっていうのがね、そういうイベントもあったりします。さあ、それで私33次隊って1回目行ったのが91年から93年、それから50次隊っていうのが2008年から2010年までね行ってました。さあ、それから行く前に調理隊の準備っていうのは、さっき言った、まず昭和基地越冬隊28人の1年分の約2400万円、さっき言った1年分、また次の船で来る分もね、100万ぐらい用意しておくと、用意しておいてもらって2400万円分の食料調達というのをやります。それからもう一つ、セールロンダーネ産地地学調査隊の〇〇食料の作成、これ実はこの、上後ろに映ってるこの山が、セールロンダーネ産地っていうね、南極大陸に山脈がドーンと横たわってます。そこはもう地学の先生にとってはよだれもんの調査場所。ここ実は昭和基地から700キロぐらい離れてて、実は僕たち行ってないんですね。それでここの食料を作ってあげたんですが、ここの調査してるセールロンダーネ産地地学調査隊はお医者さんも行ってません。機械隊員も行ってない、調理隊員も行ってない。それでテントのみの生活、スノーモービルだけでね、地学の先生6人と、あとフィールドアシスタントってね、山岳ガイドみたい人が1人、僕たちの時は行ってましたね。その人たちだけでテントのみの生活です。冷凍庫もない。冷凍庫ないったってお前寒いんだからそこ置いときゃいいじゃないと思われる方、ここ風が強いんで飛んでっちゃいます。何じゃあお前掘ればいいじゃないか、氷掘るの大変なんで、じゃあテントなんか入れとけよって言ったら、これ夏の間の調査なんで実は白夜、そうするとテントの中は実は温まっちゃうんですね。だから腐っちゃうっていうことで、数十年前まで、数年前まではね、朝と夜はカップ麺、それで昼はカロリーメイトみたいなビスケットで我慢しろって言われてました。お前らお前ちゃんとお前研究のために言ってるんだから、そんな飯ガタガタ言うんじゃねえとか言われて、こういうのをね言われてたんですね。そしたらそれで小さな事故やいざこざが起こることが分かりました。それでこれなんとかやっぱしなくちゃんないよねって、やっぱ安全第一だからねっていうことで言われたのは、これセールロン隊の食事をこうしてください、メニューが豊富にしてください、すぐにできるようにしてください、野菜をはじめとしたバランスが取れてる食料にしてください、その上軽くしてください、ゴミが少なくしてください、プロの味そのままにしてください、もう言いたい放題言ってますよね。
こんな食料あるはずないじゃないと思いました。ところがよくよく考えたらそれありました。それがこれ。はい、それがフリーズドライ食品。今流行りのフリーズドライ食品。これを作ることによってメニューが豊富ですぐにできて、バランスもよく、野菜も豊富、早い、カルビ、ゴミも少ない、美味しいと。なんと一石六鳥でした。このフリーズドライってどうやって作るかっていうと、作った食材をマイナス30度に冷凍するんです。それでそれを今度真空のかかる大きな釜にガシャーって入れます。それ真空をどんどんかけていくと、あの凍った水分が消化してフリーズドライになるっていうのが、フリーズドライの作り方、それを作って、私の時では一応こう、50自体で128種類、素材だけも入れると200種弱のフリーズドライを作りましたね。約2000食作ったんです。それでもうこういうホタテとかもエビとかね、いろいろあって、ホタテとかもそのまま近いものに戻るし、ウニも近いものに戻るんです。それがね、非常にびっくりしました。それでまあいわゆる合うもん合わないもんあるんじゃないかっていろいろ最初考えたんです。ところが合うか合わないかやってみないと分かんないよね。だからやってみましょうっつって作って、あの地学調査隊に出してフィードバックしてもらって、これはちょっと合わなかったねとかね、これは良かったねっつのをあのいろいろ選んでもらったんですね。例えば鶏の皮なんか、鶏肉のね皮なんかはどうしてもね酸化臭がしやすいんで、あのちょっと合わないなと。だから鶏肉を使うときは皮を剥いでね、あの料理しましょうっていうのが今あのやってます。それからあの仕上がりにねビタミン E をねこう振りかけるんですね。それが基本的には酸化防止剤になってて、実は僕あの2回目行った50自体ってもう今ほぼ、8年9年前に行って、その時にも作ったんです。それをね、実は経年劣化を見るためにあのうちの店に届いてたのずっと置いといたんですね。それをこの間食べてみましょうって言ってみんなで食べました。そしたら実はほぼほぼあのもの全然劣化してなくて、非常にいい状態で何年経っても食べれることが分かりました。だから一応あの食品だから、あの賞味期限っていうのはねつけなくちゃないでしょ、食品衛生法で。だから半年とかね1年とかになってますけども、基本的には大丈夫だっていうのが分かりました。それでこういうふうに作ったらね、それうちにもくれるかなって言ったところがここ。それでフリーズドライ食品ちょっとうちにもくださいよって言って、 JAXA が観測隊の食材くださいって言ってそれを出してあげました。山崎さんがスペースシャトルビヨーンと飛んでって行った先がこれ ISS、宇宙ステーションね。この中で野口さんがはい待ってましたと、他のクルート待ってましたって山崎さんが言って、こうじゃあ今日は手巻き寿司パーティーです、ジャパンナイトとかっつってね、これ着物着てますよね。これで野口さんの手の中に浮いてるこれ白いのがマグロの手巻き寿司、こういうフリーズドライをね作らせてもらったりもしました。それで非常にやっぱね、フリーズドライを出すことによって、みんなのやっぱり和気あいあいで楽しく仕事ができるっていうのがね分かってきたみたいです。さあちなみにここISS の飛んでるスピードが時速2万8000キロで飛んでるらしいですね。どういうスピードかね想像できないですけども、こんなスピードで飛んでるみたいです。さあそれでその南極への行き方は今こういう風に行きます。さあ僕たちが行った南極、さっき言ったねこのこういう南極大陸っていうのがあって、日本から今この西オーストラリアのパースまで、僕たちはシドニー経由で行きましたが、基本的にはこの西オーストラリアのパースっていうところの隣町フリーマントルに、しらせは海上自衛隊に運航をお願いしてます。それ文部科学省で買ってね、海上自衛隊に運航してもらってんですね。だから僕たちは観測船って言います。海上自衛隊の方は観測艦って言います。その呼び方がねちょっと違ったりしますが、それでここで待っててもらって、そこから乗船して昭和基地に行くと。これ斜めに行った方が早いように感じるでしょ。アフリカのね下あたりが昭和基地なんで、斜めに行った方が早いんだけども、この間っつうのは暴風圏なんですね。だから暴風圏はベタナギって、海の上って1メーターは1メーターだけど、しけてると波がこう2メーターも4メーターもあると、1メーターの距離がもう4メーター5メーター6メーターってどんどん増えて、なかなか到達しないんです。だからこの暴風圏は最短で乗り切るっていうのが通説ね。それで南極海に入って静かになると、こういうふうに西の方に移動して昭和基地の方に行きます。帰りはここから東に移動して、このシドニーの下までね来て、帰りこういうふうにシドニーまで、船で送ってもらって、そこから僕たちは飛行機で帰ってきます。
さあその、さっき言ったね食料調達、綿貫さんも言ってましたが日本とオーストラリアで食料調達をします。ちょっとねあの綿貫さん書いてあるものが全然違いました。ね牛乳とかなんだっけなんかって書いてありましたね。食材はね食料調達の他に、お酒、ソフトドリンク、おやつなどもね観測隊の場合嗜好品も入るわけです。昔はタバコも入ってましたけども今はタバコは入らない。それでオーストラリアでは生鮮野菜や冷凍の伊勢海老、牛肉、アワビ、そしてビールやねワインも安価なので仕入れると。お前ら贅沢ばっかしやがってと思ってるから。これねあの伊勢海老って今ちょっとレートが高くなっちゃいましたけど一昔前は日本の10分の1ぐらいで買えたんです。だからオーストラリアで伊勢海老を買うんですね。そうするととにかくあの伊勢海老のこんな太い伊勢海老をね一回はねあのフライで食べたいということで伊勢海老のフライを一回やってあげるといやすごいねってこうパクッと食うとなんか食いにくいなみたいなあの普通の刺身のうまいんじゃないとかね映画でもありましたがそういう話になるわけです。それをもううちのタイで人気あったのが伊勢チリ、伊勢海老チリソース、こう伊勢海老のゴロゴロっていう意味がねいっぱい入っているチリソースなんか非常に人気ありました。それから牛肉もティーボンステーキをね買ってこっちにローストヒレがね骨の間についたティーボンステーキっていうのをね仕入れてきます。それから冷凍のアワビ、もう日本で買うと高いんで伊勢海老とかねアワビはもう向こうで買うっていうのがね通説になってました。それからビールもねオーストラリアビールもちろん日本でも調達するんですよ。ただいろんなもん調達する中で日本のものオーストラリアのもの両方調達ことによってバリエーションも出るし値段のね差もあの出て、まあ大きなパーティーのいい時はいいもん食べましょう、だけど普段はね別に高いもん食べる必要はないというのを予算をこう集めて配分するのが調理のメリハリのね付け方なんです。ということで、はい、南極で何観測してるのっていうのもさっき綿貫さん話してくれました。気象ね観測してる人、日本の観測隊がオゾンホール世界で初めて発見しました。オゾンホール観測してる、もう60年前から観測してるんですけども、観測してたらデータがおかしいと、オゾンが薄くなってるデータが出てる、どうしたんだろう、機械壊れてるのかな、みんなで調べてみました。いや機械壊れてないよなって、日本の気象庁に連絡しようって、日本の気象庁にこういうデータが出てんだけどって言ったら、気象庁からお前が酒ばっか飲んでんだろって、お前ちゃんと仕事しろって怒られたらしいです。いやいやそんなことない、ちゃんとメンテナンスもしてるし基地は忙しくて仕事いっぱいあるからそんな飲んだくれてないよって言ったら、それで初めてあの NASA とかねアメリカにもいろいろ問い合わせて調べたらオゾン層が薄くなってるっていうのが分かったみたいです。これって実は通年薄いわけじゃなくて極夜、6月が極夜なんですが、そこから明けて7月8月9月ぐらいがオゾンホールが最大期、一番薄くなるんですね。そこからまた太陽がずっと出てくるとオゾンホールって復活するんです。そのオゾンホールが一時最大になってましたが、去年はちょっとあの復活してきてるっていう話もねありますが、今引き続きね皆さんもそういう環境にもね注目してもらいたいと思います。それから昼の2時半と夜の2時半はねこういうふうにあの、こういう速記のついたゾンデをね風船を上げます。これで世界の気象図の一つが昭和基地で作られてるっていうのをやったりしますね。それからこの隊員汽水検知ってね、魔法瓶の中に大気を集めて大気の分析してる人だったり、その他に、地球物理の担当の人、生物の担当の人、雪氷の人、電離層の人とかいろんな方がね研究してます。あの南極で研究したいことがあればどんどん申し込むと、それが文科省で審査あって通るとそれは研究として行くことができるんで、研究に興味のある方はぜひ南極にこういう研究をしたいって行ってみてほしいなと思ってます。さあそれから南極でどうやって生活してるのって話だと、これも、さっき言った研究チーム、観測隊には研究チームと僕たち基地を維持するための設営チーム、その2つが一緒に生活してます。これ僕たちは基地を維持するため の、あのチームなんで、機械発電機のメンテナンスの人、それから大工さん、建築大工さん、それから機械コージェネレーションシステムってね、さっき言った水回りをねやってくれる人、それから電気の、担当の人、それから、衛星受信 の、あの人工衛星の、ね、データを取って、それをコンピューターから取り出してデータを渡してくれる人、それからフィールドアシスタントってね、山岳ガイド、皆さんを安全に誘導する隊員、
それから、機械でも車両の、ね、エンジンの方、それからお医者さんがいて、ランインテルサットっていうのは今昭和基地、あのコンピューター、あのなんすか、パソコンで、あの全部インターネット見れるんですね。だから昭和基地でインターネット自由に見えますし、僕なんかあのラジコってインターネットラジオで、あの東京の JWEB ってね、あの FM 放送局あるじゃないですか、あれ聞きながら調理やってましたからね。調理やりながら今246が渋滞してとか、今日の東京の天気はっていうのを聞きながらね、調理やってて、なんて快適な時代になったんだろうと思いました。で、私ね、あの33時帯でも越冬してました。昔、もう25年以上前になりますけどね。その時ってまだそんなもんもちろんありません。で、衛星の電話が1分間1200円かかってたんですね。だから僕なんかあの自分のうちにね、電話ほぼ金使いたくなかったんで、ほぼほぼかけなかったですけども、一番あの隊員の中であの日本への連絡少なかったのは私だったんです。それでもう彼女とかいる隊員は、俺いなかったのかないる隊員はね、年間100万ぐらい使ってた隊員もいました。それが今日本との通信はインターネットできるんで、ほぼゼロ。それからあの立川にある国立極地研究所から昭和基地って今内線電話、だから世界一長い内線電話って言われてます。だから立川の国立極地研究所に電話かけるでしょ。ああ、それであの50時の篠原です、あ、すいません、昭和基地お願いします、食堂お願いします、ああ分かりました、ちょっとつないでくれです。あの皆さん他の方が普通につないでくださいってつないでくれるかどうか知らないですけども、それでもお金ほぼ立川までの料金しか取られないです。だからそれがね、昔と大きく変わったところですね。だから昔1200円の1分1200円の電話代がかかった、今じゃあお金かかんなくていいじゃんと思われる方、そんなことありません。インターネットができるんで、今彼女が誕生日とか嫁が誕生日って言ったら、ネットでショッピングしてプレゼント送んないと怒られちゃいます。もうバレンタインデーだって言ったらチョコ送んないと怒られちゃいます。そういう意味では昔よりお金かかるのかな、一長一短だなという思いを今感じておりますね。さあ、それから、はい、あと設営隊、通常のね通信、さっきランインテルサットってインターネット専門のね通信隊と、それから通常の通信の方もいます。それから環境保全って言って、さっき言ったゴミのね持ち帰りのために働いてくれる方が一人いて、これも南極条約でね、南極のゴミは全て持ち帰り、もうすごい分別もすごい種類があります、それを全て持ち帰りなさいって言われてるんで、今少しでも、昔は埋めちゃえ埋めちゃえだった、昔埋めちゃったやつも掘れるものを掘って、今あの持って帰りなさいと、なるべく環境を元の状態に戻しなさいっていうのが南極条約で、今だんだんうるさく言われて、それを遵守するようにしてます。さあ、それから調理隊員、私と相方で2人で調理をやってます。さあ、それから昭和基地の生活はあと、お風呂、あ、お風呂、お風呂こっちね、さっき言った循環式なんで、何日間水買えないって言ったっけ、汚ねえ、大だな、1ヶ月も水買えない、うちは2週間だったなって、まあ、あの50歩100歩って言うんですけどね、そういうこと。ただあのさっき言ったパイプ全部ばらして中洗浄するのは大変な作業なんで、みんなでね、あの綺麗にするためにやってました。それからこう洗濯機、これも水流しっぱなしのすすぎは厳禁、水入れて1回回し止めてね、1回回してって2回ね、そう止めて流したらもうそれ以上水使わないでくださいって言われます。ということでね、一応機械隊も頑張ってくれてんで、毎日お風呂にもちゃんと入れました。毎日お酒こういうふうにね風呂の中で飲んでるわけではないので、ご安心ください。あとトイレ、トイレ実はね、南極観測隊ウォシュレットって今洗浄機付き便座あるでしょ、あれが出た当初からウォシュレットを使ってます。なんでかっていうと、非常に乾燥してるんですよ南極は、白い砂漠って言われてます。だから一番多い南極での持病は痔だから、あのとにかく痔が多いんで、ウォシュレットを昔から使ってるということですね。それから今ね、調理場では食洗機使ってますね。食洗機、食洗機お前ら贅沢なもん使ってるなって、それも思われる方、実は食洗機使った方が水の消費が少ないっていうのもね分かってきました。それをするためにあの食洗機を導入したということです。それで、まあ、とにかく僕たち28人30人が、まあ、今夏の作業終わって、しらせの隊員も那須隊員も全て帰っちゃって、最後の1便を送った後は、最終便を送った後はもうしんみりご飯なんですね。それでそれが昭和基地を船が出ていきます、出て行って、こっからも昭和基地には戻りませんよって言われる日に越冬成立日っていうんです。
その日はもう自分でもうここから助けに来ないよと思いなさいと、覚悟をしなさいっていう日ね。だからそこからもう先はもう、あ、こう嫌でも、いや、あの、良くも悪くもこのメンバーでやらなくちゃならないのかという思う日でありまして、自分たちのメンタルがやられないように、自分たちでいかに楽しみながら仕事をするかっていうのが最大の、あの、大事なところで、だから、自分たちの、あの、なんすか、仕事の他に生活係っていうのがあります。生活係って何だって言ったら、バーテンダーやってる隊員とかね、それからソフトクリーム係とか娯楽係とか農協漁協、それから散髪係とか新聞係とかね、いろんな係があって、生活してるから、その中で潤いを出すためにね、みんなでそういう係も決めてやっております。みんなもちろん兼任しなくちゃね、できないです。そう、それから基地は快適ですけど、一歩外に出ると危険な野外活動が待ってます。これ、まあ、ある地点へ調査行く途中にサンズの川っていうね、こういうクラックがあります。これクラックの幅、この幅は実はこの円台ぐらいだから大したことないように思われるでしょ。ところが氷圧上がってみると下がオーバーハングしてるんですね。だからそこを雪上車で、まあ、ダーッと行っちゃうと落っこっちゃいます。だからそうならないように、なるべく幅の狭くて氷圧のいいところを選んで選んで選んで、それでそこに渡し板を引いていきます。必ず野外行くときも雪上車2台以上で行動しなさいと。それで前の雪上車が引いてる後ろのソリはトイレソリ、あの、野外行っててトイレ今その辺じゃしちゃダメなんですよ。だからちゃんとトイレの中でするようにして、それから野外で、あの、泊まったところでの食事のゴミとかもね、そのトイレソリに入れて持って帰ってきます。それでそれが前の雪上車が引いてるソリ、それで後ろの雪上車が引いてるソリは燃料と渡し板を乗っけたソリを引いてます。これ実は前の雪上車がボコってもし落っこっちゃうでしょ、その時に、まあ、すぐ、あの、ボチャンとは落ちないんで引っかかるけども、もう引っ張り上げることって不可能なんですね。その時にもういざとなったら人命は助かりなさいと、もう雪上車無視していいですというのが一番最大の考え方。その時に一緒にズルズルって言って燃料も失ったら帰ってくる術がなくなるんですね。だからそういう意味では、あの、前の雪上車とも 100m 以上距離を空けなさいとかね、それから後ろのソリが燃料ゾリ、食料を運びなさいっていうのも必ず重要な、あの、起きて決まりとして、決められています。さあ、それから、さあ、今日は日曜だからみんなで昭和基地でも遠足しようねって言って遠足してました。そしたらこの人スポッと落っこっちゃった。これね、ほぼほぼそんな急な斜面じゃない、緩やかな斜面なところにこういうふうにクラックが入ってて、その上にクラックの上に雪がかぶってて、こういうふうにスポッと落っこっちゃった。こんなところで止まったから、腰で止まったから全然事故にもね、何もなんないけども、こういうところが斜面にあるっていうのを徹底してみんなインプットしなさいよっていうのを、あの、このね、あの画像をみんな、あの、配って頭に叩き込んでいます。それから、まあ、この辺から向こうが、ここ線が入ってるでしょ、これずっとこっち側は、あの、島の上なんだけど、向こう側は海なんです。海と、あの、島のとこには必ず、あの、海の上に氷がついてると潮位が変わるから、必ずクラックがありますよと。だからそこも渡るときには必ず割れ目があるから気をつけなさい、それも頭に入れましょうとかね。それから氷山がある周りはウィンドスクープって言って、あの、必ず風の通り道で深い溝ができてます。だからそれも氷山にむやみに近づくと落っこっちゃうから、必ずそれも頭に叩き込みましょうっていうね、やっぱ安全のためのね、掟がね、必ずいくつもいくつもあって、それを安全に逆らうことはできないけど、徹底して勉強して、やっぱリピートして、それを、安全に対することをやってます。さあ、ということでね、メンタルを左右する食欲と食事。さあ、食事がね、メンタルを左右します。食事が粗末だといざこざや事故が起こることが分かってました。さっきのね、あの、正論体のこと、精神の安定と適切な、ね、判断ができるためにも食事のバラエティさは必要です。だから宇宙でもそうなんですね。宇宙もその栄養を取るためのチューブっていうのは開発されて、それを一時持ってきました。それがさっき言った日本のね、あの、宇宙飛行士が乗るから、あの、手巻き寿司っていうのは実は宇宙ボーナス食って言って、 NASA が出す定番食の他に、その国の人たちのためにボーナス食を持ってっていいですよっていう決まりになってきました。それもだから、例えばインドの隊員が行くんだったらインドのボーナス食、ロシアの隊員が行くんだったらロシアのボーナス食っていうものが、あの、ちゃんと、あの、提供されるようになったんですね。
だからそういうのはもうこういうふうに精神の安定と適切な判断ができるためにも食事のバラエティが必要だっていうのが、ここだけは将来 IT に取り替わらない、取り替わらないと、ね、僕たちの職業は安泰だということかどうかわからないですけどね、という話の一つではないかと思っています。さあということで、ね、時間もしてきましたが、ペンギンさんももう今ね、ペンギンももう卵を産んでヒナも帰って、昭和基地ではこれからもう2月近くなってくると、これからまた北の方へ帰って、今昭和基地はね、これからだん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 帰ってきたペンギンもだん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 いなくなってくる時期かなというのがねあります。これは10月ぐらいなんですけども、こうペンギンがね、やっぱ初めて北から戻ってくると、僕たち隊員も冬の間動物が一切ないですから、非常にね和む瞬間ですね。でこのやっぱ60センチぐらいのアデリペンギンが営巣地ルッカリーに行くのに、どうやってあんなね氷山とかデコボコしたところをGPS、 それからね地図もないのにね行けるのかなっていうのがね非常に不思議です。さあということで、もう一つ、それからこれはね、アザラシがね、赤ちゃん産みました。アザラシのお母さん400キロぐらいあります。子供もねこれで6、70キロくらいあるのかな、赤ちゃん生まれたばっかなんですけどね。それでこのウェンデルアザラシっていうんです。この子非常に温厚、性格の温厚が顔ににじみ出てる。もう見てください、この優しそうな顔ね。ところがクルーズで行く南極半島の方はヒョウアザラシ、カニクイアザラシって怖いアザラシがいるのね。だからクルーズさんのクルーズライフさんの方で、例えばゾディアックってゴムボートに乗り換えて上陸するときに、ゴムボートから手とか入れないでくださいねって言われます。なんでかっつうと、手入れてピシャピシャしてると、それがペンギンに見えてヒョウアザラシとかカニクイアザラシにガブッとかじられる恐れがあるから、絶対こうやらないでくださいねって言われるね、注意を受けるはずですね。さあということで、というオーロラの映像もなんですが、だん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 時間が押してきたんで、これは割愛します。ということで、それから氷山ね、氷山があると、流しそうめんやっちゃいます。その流しそうめん、なんだお前ら南極行ってお前汚してんじゃないかと思う方、ご安心ください。ちゃんとザルで受けてますんで、ご安心ください。これも小坂井和樹さんってね、俳優の方いますよね。そのお父さんが南極観測隊の調理隊員で、方がね始めたって言われてます。僕ちょっと去年からね、南極シェフの会っていうのを立ち上げて、それ小坂井のお父さんに会長になってもらったんですけども、もう今ちょっと90近くなるんで、もうお年でねなかなか出ては来れないんですが、今そういう会を立ち上げて、南極観測隊の調理隊も親睦を深めるようにしてます。さあそれから昭和基地の生活でいうと、普段はこういうカレーとかありますし、そういう伊勢海老のフライとかもね人気の食材、もう焼肉もドーンと食わすようにしてます。だけども普段の料理はなるべく今質素、家庭料理を中心としている。南極観測隊が国家事業で南極行ってんのに、お前ら帰ってきてメタボになってるのはどういうことだって怒られました。特に僕は和食系なんですけど、洋食の隊員が2人とか行ってるとね、結構みんな油蓄えてね帰ってきます。それはどういうことなんだってことで、今やっぱ健康重視ってことをね非常に言われてるんで、そういう意味では普段はなるべく質素な食事を中心、パーティーの時はドンと食わすっていうことをやってます。でランチの人気メニューはやっぱ麺類、ラーメンとかね、そばとか、もうこういうちらし寿司とかね、そういう中で握り寿司をやると、30人前握り寿司30貫ぐらい1人食うでしょ。そしたら900貫握らなくちゃね、もう死ぬ思いしますけどね、やっぱり喜んでもらえるんでやってます。それからこういうふうに水耕栽培でね野菜も作っております。それからさっき言ったね、玉ねぎ、だんだん越冬長くなると芽が生えてくるでしょ。それはもう重要なラーメンのね薬味になりますね。一つも無駄にしないということですね。それでとにかく今昭和基地は30人ぐらいの越冬で建物70棟ぐらいあります。それで自分の研究場所、作業場もあるんで、みんな夕食はね一緒に食べるって決まりになってますが、要は天候代わりね、その後また自分のところに散ってったりするんですね。だから月2回ぐらいはこういう誕生会とかね、こういういろんなイベントをやってます。これミッドウィンター祭って、極夜祭って言って、極夜の一番、6月23日ぐらいが太陽の出ない1ヶ月半の真ん中、そこにやっぱミッドウィンターフェスティバルっていうのをやります。これ南極全部の世界の基地がお祭りをやります。フランス基地からグリーティングカードが来ます。
あのハッピーミドルインターフェスティバルっつって、うちの料理食べに来たよみたいな、うちの隊員ですみたいな写真が来ます、インターネットでね。それがインドからも来るし、日本もいろんなところに出すんです。ところが暗い時期だからとてもいけっこはない。だけどいけっこはないけども、あ、そうやって暗い中でもみんな頑張ってるなっつうのがね、一つモチベーションを上げるためにもね、大事な、催し物になってます。さあ、これその時あと、あとでミッドウィンターの料理は出します。あと月の月見、月といえばスポン、スポン鍋を出したりね、もう敬老の日はフグ尽くし、6人のテーブルにね、こんなフグ出します。もう1枚引くのに1時間ぐらいかかりますね。あのちゃんと免許持ってるんでご安心ください。あのどっかのね、この辺に昨日かおとといね、免許なしであのフグの肝出してましたなんてところありますけどね、大丈夫です。それからひな祭りの時は、このひな祭りに使うように桜の花のね、塩漬けとかそういうのもね、用意しておきますね。それでとにかく南極だからこそ季節感を忘れないようなね、料理をね、出すようにしてました。さあ、それからまあおせちはちゃんとこういうふうに、あのこれ初夏の弁当の入れ物なんですけども、これ使っておせちのね、料理を出したり、あとこうテラミスの上にね、こういう飾りをつけをね、作ったり、今女性隊員もいるんでね、ちゃんとひな祭りももちろんやります。はい、そういうふうにしてね、女性隊員にも頑張ってもらっております。それからミッドウィンターの晩餐、ミッドウィンターフェスティバルっていうのは、極夜祭の時には私は懐石料理、相方はフレンチなんで洋食のフルコースをねやって、楽しんでもらいました。利尻流二度お麩のジュレがけとかね、それからクジラのベーコンとか、首都のクリームチーズあえとか、これフグの白子の白味噌仕立て、伊勢海老のクソクニとかね、それからこれアワビのスイトロロとかね、和牛の握り寿司、マナガツオの杉板焼きって、これ南極ですよ。で、すごいでしょ、刺身もある。それこういう手打ちそば、この中で実は一番作るのが大変なのはそば。僕はあの日本でもそば、先輩の店でもね、完璧に練習してて、これそば大丈夫だと思ってそば打ったんですね。そしたらそばこう打ってるうちに全部ひび割れてっちゃう。なんでかっつうと、さっき言った乾燥してるから。その時に、あ、なんてそばっつうのは日本の風土気候に合ったものかっつうのね、初めて感じましたね。でその後もう調理場の全部ガスコンロにお湯沸かして、それで大型の加湿器持ってきて、初めて美味しいそばを打つことができたということですね。さあ、ということで南極観測隊は閉鎖空間なんで、食事は脳に食わすと私は言ってます。メニューのバリエーションはね、とにかく豊富にします。それから、さっきアスカの献立は前もって立てていきますって言いましたよね。南極の献立はさっきの大きなパーティーの時はここで何を使うっていう食材は決めてるんです。ただ献立は決めないです。それを、翌週の献立を含め隊員からリクエストを聞いて全て答えれる状態に僕はしてました。だから来週何食いたい、あれも食ったしな、なんだろうな、あれも食いたい、やってくれるって言った時にノーとは言えない。もしできなくてもこれに近いこれならできるよ、提案、代替案をね、出して必ず出すようにしてましたね。それで、それから24時間食べれる体制を作る。朝昼晩作って、おやつ作って、夜食作って、バーのつまみ作る。これ全部作ったら大変なんで、時にはもちろん出来合いとかそういうのも混ぜて、あの自分たちのメンタルがやられないようにもしながら、こういう状態を出す。そうすると、とにかく閉鎖空間だから、何かがないって言った途端に急に人間ってガッつくんですね。これ不思議なんですよ。だからある状態を演出するっていうのが一番大事。それで何かが少なくてやばいなと思った時には、ちょっと別の方のブームを作ってあげます。これちょっと多いなってもののブームで目先を変えてあげると、いい意味のマインドコントロールですね。そうすると、あ、これ実はさ、すごい高くてさ、なかなか手に入んないんだよねっていう話をするだけで、もうみんなそっちへ噂がバーッ広まって、そっちへ食いつき出すんですね。それとあともう一つ、喜んでくれる隊員もいるけども、飯はともすれば空気と一緒、押し付けてはいけません。一応私たちプロの料理人が言ってます。それ料理を作るじゃないですか。そうするとやっぱ今日何何、今日明日何何ってすごい楽しんでくれる隊員もいるけども、ご飯食べてアボさんちってすぐ帰っちゃうね、隊員ももちろんいるわけです。それ飯は出てきて当たり前、ともすれば空気と一緒なんだと。それを俺の料理どうだったんだと。それから人の悪口ってなかなか言わないけども、ついついだんだんご飯の文句って言っちゃうんです。それも子供の頃ね、お母さんに言った、お母さんが煮物出すと、なんだ今日揚げ物食いたかったなとか言うのと一緒。それがだん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 観測タイムになってきます。その時に、なんだよ俺の料理食えないんだったら食うなっていうか、
それともごめんごめん来週作るからさ、今日我慢してこれ食べてよって言えるかがやっぱ大事なところなんですね。だから調理隊員は一番忙しいんだけども、だけども気持ちが一番余裕がなくちゃならない。だから調理隊員一番メンタル強くなくちゃならないですね。だから遊び心があってメンタルが強いっていうのが一番大事。来週こいつは何食わそうかな、何楽しませようかなっていうのがね、出てこないとダメですね。それで、普段は質素な、ね、家庭料理中心でいいけど、パーティーの時は尽くし、カニ尽くし、フグ尽くし、英語和牛尽くし、寿司尽くし、スポン尽くし、フォアグラ尽くし、これでもかっていうぐらい出すんですね。カニ尽くしの時は6人のテーブルにこんなでかいタラバが1杯、ズワイの鍋が食べきれないほど、それと毛ガニが1人1杯、それ出すと、いやもうこんなカニなんか見たことないって、もうこんな食えないよっていうぐらい出すと、それって実は同じ量を分散して出すよりも5年経っても10年経っても、いやあの時のカニ尽くしすごかったってみんな言います。それを私は食事を脳に食わすっていうことをしてたんですね。だからイメージとしてすごいものを食べたっていう印象をね作る。だから悪くはない、本当にいい意味でのマインドコントロールっていうのは特に閉鎖空間では大事かなと言ってます。ある意味催眠症法と一緒ですね。はい、ということでね、アスカ2とね、南極観測隊の調理の献立の立て方の違いは、アスカの方は世界一周などクルーズをね全て立てていきます。抜粉される予定され、抜粉などの予定が変更されると大変で、予備メニューを持っておくと。そしてシェフクラスは一応寄港地で市場行きます。あのシェフは買い出し行きますよって言って、もちろん800人前買うことはできないんだけど、寿司バーのね食材とか、ちょっとここは多く入るっていうフルーツを調達したりはします。それ言ってないとお客さんから言われるんです。お前らなんだこう寄港地来てお前食材も買いに行かないのかって怒られちゃいます。だから一応行くようにしてます。さあ、それから観測隊の方は大きなパーティーの献立はイメージをすると、この時に何を使おう何を使おう、花見だったらさっき言った桜の花のね塩漬けとか何を使おうっていうイメージをしてね調達をしてます。それで2400枚の食材は献立を決めずに1週間に鶏肉を何キロ、牛肉を何キロっていうイメージをします。それで例えば牛肉でも1週間に何キロだけど、年に2回は英語の和牛松阪牛を使いましょうとかね。ただ普段は安いオーストラリア牛でいいよっていう分散の仕方をするんですね。それで隊員のリクエストに応えれるように、必ず隠しアイテムもいろいろ持ってったりします。それからお酒、おやつ、ソフトドリンクなども調達します。昭和基地の掟で一つあるのが、人にお酒をついちゃいけないっていう決まりがあります。みんなその道のエキスパートで来てるんで、隊長以下平で、その道の職種の人たちが一緒にバーで飲んでも自分の飲める分を飲んでください。人にお酒は継がないっていうのが昭和基地の掟なんです。さあ、そういうことで昭和基地ではこういうやっぱ食事をする。なぜかっていうと、南極観測隊の最大の任務は安全に帰ることなんです。安全に帰ることが最大の任務、安定した精神状態の上でバランスの取れた食事をとるというのがやっぱカリカリしない状態の一つ大事なところですね。そうすると冷静に物事を察知して、洞察して危険予知をしっかりするっていうことが大事ですね。そうすると一番大事な任務はチームごと無事に帰るということが大事なんです。それからもう一つ、僕よく講演で言わせてもらってるのが262の法則。もう10人いろんなところにいます。観測隊も10人いたら2人自分の好きな人、6人普通の人、2人嫌いな人がいると。これ宇宙飛行士でも一緒、刑務所でも一緒。それで嫌いな人2人排除したらいいかっつうと、必ずその2人ってできるらしいです。だから反対に好きな人2人がどっちか抜けちゃってもまたそういう好きな人ができるらしいです。だからそういう人はいるよと。それでこれ魔法の言葉で262を日にちに当てはめてみましょう。10日あったら2日いい日、6日普通の日、2日嫌なことがある日があるよと。その時に嫌なことがあった時に、もうあいつのせいで嫌なことがあったの、あいつのせいだっていうと、もう頭の中が嫌なことでいっぱいになるでしょ。そういうストレスって、嫌なことがあった上に嫌なことが重なって、その上に嫌なことが重なると鬱になったりするんです。だからその時に笑う角には福来たりっていうのは本当これ実は大事な言葉で、その時にもう映像でパンダちゃんが映ってます、パンダのねシャンシャン映って、あ可愛いなと思うのをすっと見て、あ何も思わないっていうのは一番危ない
あれを見て、あ、かわいいなっていうのを頭に入れる、そこにもう春になって花が咲いてて、あ、花が咲いてる、いいなと、そういう小さな幸せとか笑いをちょこちょこ入れとくと、ストレスに全部占領されないです。これが非常に大事なことで、皆さん、あの、普段のメンタルバランスっていうのをね、非常に、大事にしてほしいなと思ってます。ということで、南極観測隊の調理の仕方っていう話を、終わらせていただきたいと思います。私は横浜の関内っていうところでクルーズトラベルコミュニケーションバー未来っていうのをやってます。横浜関内吉田町っていうところです。今ね、陸海空研究者と飲もうっていうイベントもやってて、いろんな研究してる方がちょっと私の周り多いんで、宇宙の話してもらったり、深海6500の話してもらったり、それから、まあ、他の、いろんな鉄道好きの人が来たりとか、そういういろんなことをね、やって話してもらったりもしてます。ぜひ興味ある方はホームページの方をご覧いただきたいと思います。ということで、長時間のご清聴ありがとうございました。篠原陽一でございました。ありがとうございます。